なんとその鬼滅の刃に関するポイントがですね、はい、あるわけでございます。でかい、でかい、想像の3倍ぐらいを言ってました。皆さんこんにちは、れなちです。はい、今日はですね DSK YouTube 課の砂岡くんとドライブに来ています。砂岡くん、今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたしますよ。いや、今日天気予報は曇りのはずだったんですが、めちゃくちゃピッカピカの天気で、まるで2人を祝福しているかのようなデート日和でございますね。はい、とはいえ今日も仕事ですのでよろしくお願いします。はい、分かってますよ。ところでですね、皆さん、私ちょっと怒ってるんですよ。え、何ですか？吉田がちょっと浮気されましたね。浮気じゃなくて、あれも仕事ですか？いや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 、もうあれ完全に浮気です。私、分かってますよ。いや、浮気ってそもそも付き合ってる2人の関係のことですよね。何言ってんですか？私たちのお付き合いはそんなことだったってことでございますか？いや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 、どうしたんですか？いやいや、私は怒ってるんでございますよ。まあ、そんな怒った日もあったのでございますが、まあ、その動画があった日、私あまりにも悔しくてですね、思わず気になっていたアイドルの写真集を予約してありまして。よかったじゃないですか。しかも生写真、生サイン抽選付きですよ。どうですかこれ、ちょっとジェラシーじゃないですか。いや、待ってか、いいんじゃないですか。しかも保存版と鑑賞用の2冊買いでございます。よろしくどうぞ。そういうタイプなんですね。はい、ちょっと熱量の差を感じますけれども、今日も頑張っていきたいと思います。行ってきます。浮気は厳禁でございますよ。はい、レナさん、今日もキュンキュンポイント、それは何気にですね、はい、何気にちょっとキュンキュンポイントが少ないんじゃないかと。そうですね、本当にそれは毎回反省してます。しっかりと仕事を全うしていきたいと思います。そうですよ、仕事ですからね。はい、そうです。と言いつつ、ちゃんと心の中はデートで、まあそういった中でですね、どうですか、冬のデートってなんかこうこんないいなみたいなあります？冬のデート、冬ならではといえばアイススケートとか。寒い時に寒いとこ行くんですね。これでも冬しかできないことをするってなったらウィンタースポーツじゃないですかね。少女漫画とかでよく見ますよね、スケートでデートみたいな。スケートなめちゃいけませんよ。氷めちゃくちゃ硬いんで、めちゃくちゃ青タンができまくるんでございます。そうなんですね。じゃあ、あんな可愛いものじゃないと。さらにスケートって何気に結構体力使うんですよ。もう熱くなるんですよ。汗ダクダクの上にですね、足は痛いし、こけると氷は痛いし、もうね、踏んだり蹴ったりですわ。じゃあデートには向いてないという。ある程度滑れる方が楽しいと思われますね。なので私、いいですよ、お姫様抱っこして滑りましょう。いやいや、スケートの醍醐味奪うんですか。ちょっと遠慮させてもらって、じゃあ冬のデート、もうちょっと考えたいと思います。そうですね、山陰は雪が積もっちゃうので、家でこうぬくぬく DVD 見たりとかで、なんかその DVD も冬のものを見たいんですよ。例えばどんなものを見るわけですか？なんだろう、なんだろうですか。私をスキーに連れてってるんですよ。ちょっとそれ大丈夫ですか？世代バレちゃいませんか？あれ、まあ、私こんな姿しますが、心は昭和な男なもん。はい、ちなみに今は米子方面から安来方面に向かっておりますよ。はい、レナさんは鬼滅の刃という漫画かアニメかご存知ですか？知ってますよ、そりゃもう今空前の大ブームじゃないですか。そうっすよね。なんとその鬼滅の刃に関するポイントがですね、はい、あるわけでございます。おお、安来に。安来にあるんですね。天満山ってとこ行きますから。天満山、天満山でございますよ。山田交流センター、ここでございますよ。はい、皆さん、はい、着きました交流センター。山田交流センター着きました。ここで例のものは買い出るということで。いや、もうね、見えてるんですよ。もうあちらですよね。あちらですね。おお、これ例の、例のこれが例のあれですよね。このダンダラ模様が、この、おお、かっこいい。これがですね、今100円でお借りできる。お借りできる。早速皆さん、これもうここで私100円払ってますので。ありがとうございます。来ていただいてよろしいですか？わかりました、ではお借りします。はい、来てください。もうここから。あ、刀までありますよ。もちろんですよ、それはもう。すごい。じゃあちょっと来てみます。刀とカツラを持って、じゃあ早速、はい、天馬山に、天馬山に向かいます。はい、じゃあレッツゴー、レッツゴー。では、レナさん、はい、参りましょうか。参りましょう。
何気にもう30分越しなんだ。あの日が暮れる前に行かなきゃダメですよ。そうですね、もう危ない。またレナさん刀持って歩くのどうですか。なんか侍になった気分ですね今。もちろんでございますよ。これはデートと言えるんでしょうか。デートでございます。デートなんですね。マニアックデートですね。マニアックデート。はい、ここ天馬山。はい、じゃあ参りましょう。参りましょう。はい、のんびりコースで行きます。皆さん、このプスで登るのかとさっき言われましたが、はい、ちょっと舐めすぎなんじゃないかという。いやー、まあ大丈夫っすよ。大丈夫ですかね。あら、でも結構高いところで来ました。登ってきてますよ。本当だ、本当だ。ほら、何気に。お、いいっすね、なんかこのちょっと歩いてくださいよ、歩いてくださいよ。お、なんかかっこいいっすよ。なんかブラブラしてるお姉さんが山の中で、やばいお姉さんがブラブラしてる絵ですよ、これは。結構の急斜面ですね。結構ですよ、伝わるかな。結構でしたね。ですね。この明日は絶対筋肉痛ですね。あ、なんか穴。なんだこれは。穴があったら入りたいタイプなんですよ。本当ですか。やりますね。はい、ありがとうございます。いや、まだですかね。心の声じゃなくて実際に声出しちゃいます。お。お、あ、もうちょっと。なんか字が。あ、見えましたよ。見えました。じゃあ、200m。めちゃくちゃ。展望台で終わります？いや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 、行きましょうよ。でもめっちゃ急ですやん。やば。しんどい思いをした後には、はい、楽しいことが待ってますよ。待ってますよね。どうかな。あ、なんかでかい石発見。これかと思いきや違うんですよね。ですね。これもなかなかでかいですよ。なかなかでかいですね。まずはこれから。まずはこれから。まずはこれから。お、シャキーン、ぬぬ。いきます。はい、どうぞ。シャキーン。わーい。でもこれじゃない。はい、次行きましょう。はい。まあいい練習になったということで。いい練習ということでね。はい。あら、いや反対ですよそれ。やばい、こうか。はいはい、あれ、はい、取れたかバッチリ。はい。謎の巨石群が目の前に現れる。あ、見えてきました。うわ、これやばいっすね。すごい。え、おお、すごい。すごいの来た。え、でかい。でかい。想像の3倍ぐらいを言ってました。3倍ですか。はい。でっか。すごい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 。すごい。想像以上にでかいですね。ちょっと多分伝わらないと思うので比較してみましょうか。お、すごいでかい。すごい。すごいですねこれ。でっか。おお、なんでここにこんなものがあるんだ。これ石の裏側に来ましたよ。お、出てきた。どうでしょう。もうね、なんかあの巨大すぎてなんかよく分からなくなってますね。はい、じゃあレナシさん、そろそろやりましょうか。もう割りたくてうずうずしてました。レナシさん、準備できました。できました。はい、では参りましょうか。レナチ炭治郎でございます。お似合いですよ。ありがとうございます。それでは今から終わりたいと思います。いきます。はい、シャキーン。全集中、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 全集中。
おっす。どうでしたか？完璧です。キュンは来ましたか？あ、キュンポイントです。鬼滅キュンポイントゲット。谷原さん、はい、いかがでした？全集中。いやー、こんなに集中したことはないです。よくなりました。しかも今流行りの鬼滅、あのブームに乗れてないんですけど、こうやってブームに乗ることができてすごく嬉しかったです。今日も超キュンキュンしました。お、超キュンキュンポイントゲット。あざす。それでは次回もお楽しみにしていてください。またね。だんだん練習中。だんだん。